皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってはりますか若月ひかるです今日はですね編集者はポイントを気にしているのかみたいな話をしたいと思いますえっ、ー、とねあのツイートで X でこういうのが流れてきてたんですね作家さんが書いてあるツイートなんですが望月舞先生っていう方が書いてあるやつで ポプラ社の担当編集さんは小説家になろうをチェックしているそうでやっぱりランキングからチェックしますと聞いてみるといえうちはライトノベルを探していないのでランキングは全く参考にしていませんとのことではどんな方に探しているのかを聞いたらとにかく深く潜って探すラノベ以外は好んで読んでいる読みんさんのレビューをたどる件数は少なくても熱い感想がついているとチェックするとのことでした 興味を惹かれるような分かりやすいタイトルがあれば見つけやすいんですがなかなかないんですよねともおっしゃってました噂には聞いていましたがラノベ以外の作品を探している場合編集さんはランキングに重きを置いていないそうですっていうのがあったんですね私これ読んでねあ,あなんか分かると思ったんですよ いや若月あんたウェブ小説あかんかったやんって思うはると思うんですけれども私ライトノベル書いてる時一番多かった依頼がですねこういう感じの小説を書きたいから若月先生書いてくれへんっていうのが多かったんですよあのもちろん自分からこういうのを書きたいんですって言って提出する場合もありますでも編集の側からこんなん書いてくれへんっていうふうに言われることもあるんですよで具体的にほんのねタイトルを言われて その本を読んで分析して書く時もあるし昔のそのテレビ時代劇をライトノベルでやりたいファンタジーでやりたいって言われて企画書を出したこともあるしいろいろそういうことありますね。で編集の側としては何ていうのかなこういうのを出したいこういうレーベルだからこういうレーベルの色に合わせてこういう読者さんがついてるからこういう本を出したいっていうのが編集の側ではあるわけなんですよ。それを 作家さんに書いてもらおうとしてあったのが今はなろうからウェブ小説にアップされてるものの中から探してあるのかなって思いますもうすでに書き上がってる小説やったらイメージ通りのやつ探すことができますからねでここでですね書いてあるのが「ラノベ以外の作品を探してる場合」って書いてるけれどもじゃあラノベの作品を探してる編集者はポイントを見てないのか見てるのかって いうことなんですけれどもここういういのがありますこれも編集者のノートですけれども記事ですけれども編集者は小説賞の選考する時作品の何を見てるのか個人的視点これ隠はった人は岡田寛一さん、えー、有言会社マイストリート所属つまりこの編集プロダクションの編集者ですね編集プロダクションって初めて聞く方もいはると思うんですけれども編集作業だけを出版社から請け負ってやってる会社なんですね。 宝島社の編集をやってます。実は私も宝島社から2作か3作ぐらい本が出てるんですけれどもそれもこの「マイストリート」から出てるやつが多いですねまあ、だからこの岡田さん私、えっと、個人的にも知ってるっていうかあの何回か仕事でお会いしたこともあるんですけれどもっていうかねこのチャンネル見てくれてはる人やったら宝島社の出してるこのライトノベルがすごい。 は知ってはると思うんですよそれを担当してはる編集者さんですこのラノとね、ネット小説大賞どっちにも関わってはってラノビアネット小説どっちにも精通してらっしゃいます宝島社の異世界坂酒屋の文を出さはったのもこの方ですその方が書いてはる記事なんですよポイントって見てるの数年前であれば 小説家になろうでのポイントは書籍化に必須となっていたのですが現在では指標の1つぐらいになっていますというのも小説家になろうからの書籍化が膨大な数になり加えてユーザーも増えていることからポイントがインフレし始めていますそれに数万ポイントを獲得していたとしても書籍化した時に市場で通用するかという観念が乖離してきているように思います ちょょっと意外でしょう私ポイントたくさん取れたら書籍化できると思ってたんですよ。教師入りっていうそうですけれども日刊ランキングの5位とか10位とかに入ったら書籍化の芽が出てくるとかっていうふうに言わはるじゃないですかいかにその売れてるやつあのポイント取れてるやつのその分析をしてそれに合わせて小説を書くのが書籍化のコツみたいに言われてましたよね。でも 小説家になろうでポイント取れても本にしたらポイント取れないとかっていうふうなことがやっぱりあるみたいですねまあそれは分かりますやっぱりこう小説家になろうでウェブ小説でその5分10分の細切れの時間にちょっと読んで面白がる人とやっぱり本を1冊ゆっくりじっくり読みたいっていう方とやっぱり違いますからねだから売り上げも変わってくるのかもしれませんなんか意外でしょう これれしかかも2021年に書かれたやつなんですよね,ねいろんなことがすごい勢いで変わってきてるんですよ今。なので今はチャンスだと思うんですよ私思うんですけどやっぱりね基本的な出力とか、まあ、市場の分析とかに加えてこれが書きたいんだこれが好きなんだっていうふうな,なんか熱意っていうのかな個性っていうのかなそれもやっぱり大事になってくるのかなと思いますね。 最後にこの編集者の視点というところを紹介して終わりにしたいと思います書籍化を決めるにあたって編集者が、ま、この岡田さんが優先してるのが次の順番っていうことだそうです設定とアイデアログラインがしっかりしているかコンセプトですねこれねあのタイトルで本当にコンセプトが分かりますので設定アイデアログラインですね 冒頭の文章表現が読者を引く導入にできているかつかみのうまさ私も冒頭大事ですよって言ってますよねストーリーを書いていくさいの情報取捨選択が適切か文章力構成力ブワーッと説明してしまう人がいるんですけれどもその説明がねストーリーに沿って順番にね説明できていると読者さんが読みやすいですそういったところがちゃんとできているか 他の作品と差別化できるアピールポイントが思い浮かぶかこれ独自性個性ですね私はこれが好きなの私はこれが描きたいのっていうね他の小説にはない何か次に大事なのが小説エンタメの型と見せ方を作者が理解しているか演出力これねあの小説には型があります型っていうとなんかテンプレがあるっていうとねあの嫌がる方がいらっしゃるんですけれどもテンプレあるんですよ そのテンプレを理解してるかそれでそのちゃんとそれをうまく見せることができてるかっていうのをですね優先順位として見てるっていうふうに言ってありますねでもう一回このある出版社の編集者はこういう方法で探してるっていうところをもう一遍ちょっと見たいんですけれども「えっと、欲しい作品のキーワードで網をかける」って書いてありますね昔はウェブ小説はポイント高いやつを書籍化して 編集なんていらんみたいなこと言われてたけれどもやっぱり編集の力っていうのはすごい大きいことであってやっぱりそのねその売れてるものを売れそうなものを見つける力っていうのは編集者のすごい大きな力であって能力であってやっぱり編集者ってすごいな思いましたね皆さんの参考になったらいいな思ってますほなねお気きにまたねバイバイ